地獄と言われた箱。祖父は関西で建築業をしていて、交友関係も豊富だった。その人付き合いからか、割と人から変わったものを買うのが多かった。見えっ張りな祖父は、日本刀とか虎の置物とかを、悪く言えばよく買わされてた。お酒を飲むとおしゃべりになる祖父は、とある箱の話をしてくれた。今はどこかへあった箱だが、とんでもなくいわくつきだったらしい。古びてはいるが、不思議と綺麗に感じる箱だったらしい。ところどころは剥げていたものの全体的に綺麗に保たれていて、漆のような黒だったと言っていた。元は韓国だか中国のお寺のような場所にあったとのことだった。そのお寺がなくなり、どのような経緯がわからないが日本まで来たらしい。そして、友人の手を渡り祖父の元まで流れてきた。友人は中は絶対に見てはいけない。見れば必ず大変な目に遭うと言われ、何度も何度も見るなと釘を刺された。友人は冗談を言うようなタイプではなく、祖父もかなり怖くなったと言っていた。ただ、楽天家な祖父は重く受け止めてはいなかったり、値段は決して安いとも言えなかったようで、3ほど包み買い取ったようだった。友人はお金に少し困っていたようで、父も援助のつもりで箱を買ったらしい。ただ、箱の使い道もわからず、そのまま事務所のコンテナに入れっぱなしになった。それからしばらく過ぎた頃、祖父が怪我をすることが増えた。夏休みには俺も事務所に遊びに行くことが多かった。その時に、電動のこぎりで、指を切断した現場に居合わせたことがある。祖父は切れたと笑っていたが、事務員たちはドン引きしていたのは今でも覚えている。それから従業員たちの怪我が続き、祖父も頭を抱えたような。そして、事務員として経理をしていた祖母が、ふとつぶやいた。動物を見なくなった。事務所は何箇所かあって、コンテナがある方は特に自然と動物に囲まれていた。たまにイノシシも出るぐらいだった。さすがに、鳥ぐらいは嫌がおうでも見る。そこで、動物が出ないのは異常なのはすぐにみんな気づいた。しかし、誰も箱の存在を知らないので原因もわからずに気味悪がっていた。祖父はふと箱のことを思い出した。そこでコンテナまで足を運ぶと、そこにはネズミと鳩、いろんな虫の死骸が大量にあったそうだ。さすがに祖父もまずいと感じて、箱をナイロン袋に入れ、頼れそうな知人の家に向かった。祖母がひいきにしている知人は、オカルトに精通しているようで、祖母はすごいすごいといつも言っていたのを覚えている。俺も母親と祖母から話だけしか聞いていなかったが、全く信じてはいなかったし、騙されてるんじゃないかとも思っていた。結果的に大惨事になったようだった。その知人は謎の頭痛に今も悩まされ、その付き人は大事故に遭い、もっとひどい状態になったとのことだった。祖父は箱を渡しただけとのことだが、おそらく開けかけたのではないかと言っていた。そして、すぐに祖父に箱が返ってきた。さすがに捨てることもできず、祖父は何を思ったかそれを自宅に置いた。とは言っても、一箇所に長いこと留めなかった。後からわかったが、結果的にそれが良かったのではないかと言っていた。しかし、それでも妙な現象は起きた。まず、声が聞こえてきた。低い、ううという声が、何重何重にも聞こえてきた。時には廊下から、時には耳元で聞こえてきた。これには祖父も答えたようだった。祖母は裸の若い女を見たと言っていた。今をさーっと通り過ぎ、次の瞬間には後ろを通っていたらしい。その時に祖母が感じたのは、熱気、だったらしい。その他にも、今からぼや騒ぎ、悪夢、猫の鳴き声があったらしい。祖母はよく寝ている時に頭を触られると言っていた。箱を移してもしばらくは見えるらしいが、
時間が経てば消える。それを1ヶ月ほど繰り返し、祖父の知人の知人がついに、解決できそうな人を探し出した。待ち合わせに来たのは普通の若い男女だった。祖父は普通に近所にいるような人だったと言っていた。話を聞くと夫婦らしく、二人で農業をしているみたいだった。毎年、野菜を食べさせてもらっているが、とても美味しい。祖父は車に箱を入れていたが、旦那さんが大層怖がったそうな。車の周囲に大量に何か人のようなものがいて、どれも五体満足ではない。それらは赤黒く、いびつな形をしていると言った。祖父は二人に確認を取り、箱を持ってきた。そこで旦那さんが吐いた。旦那さんは、そこに地獄があると言った。一度、地味毛量の塊になった場所を訪れたことがあると言っていたが、そこの火ではないらしい。その箱自体が地獄であり、その箱自体が全てを黒く潰すようなものらしい。まさに、存在すらしてはいけないものだと。土地も人も空気もあらゆるものを汚れさせる。存在自体が否定されなければいけないものだと。旦那さんは、この箱はあらゆる場所で、あらゆるものを落としてきたと言っていた。その時、楽天家な祖父ですら、これを持ち続けることができないと悟ったそうだ。旦那さんが女性に大丈夫か聞き、女性はうなずいた。そして、旦那さんと女性、箱を一晩一緒の部屋に置いた。後から旦那さんが、夢で見たことを話してくれた。古い古い時代、おそらく中国が起源ではないかと。それはすでにそこに祀られてあり、誰かが興味本位で開けたらしい。そして気が触れ、寺ごと燃やした。そこの僧侶が火の中に飛び込み、燃えながら箱を取り出した。そして、そこで力尽きた。しかし、箱は開けっぱなしだった。そこに集まったヤジ馬たちを狂わせた。女性が裸で反狂乱で周囲の人間を殺しながら笑っていたと言っていた。それが町に伝染し、巧妙な僧侶が封じるまで猛威を振るったそうな。もちろん、旦那さんの夢だが、祖父は事実だと確信していた。女性は、多分、ダメだと思います。すみません。と言っていたが、箱は少しひび割れていた。これも祖父が知人に後から聞いた話だが、奥さんは強い妖怪に取り憑かれているらしい。奥さんに害があるわけではないが、奥さんに害を与えるものに対して、かなり攻撃的な妖怪みたいだった。旦那さんは見えるが払う力はない。女性は見えないが、払える状況を作れる人だった。なので、払いたい人、付き物を払われたい奥さんの関係は、ある意味で利害関係になっていた。ただ、人に霊がついている場合、その人ごと攻撃する。なので、危険な場所か者だけに対応してるとのことだった。もちろん、知人には紹介料を払うシステムらしい。その旦那さんは見える以外にも、俺から見ても本当に聖人のような人だった。それもあると思うが、旦那さんには妖怪は反応しないみたいで、奥さんも、この人だけは本当に特別だと言っている。男性の下心ですら、ついてるものが攻撃とみなす。さらに親のしつけですらその対象に入るらしく、ついているものが奥さんの周囲をむちゃくちゃにしたらしい。奥さんは箱の何かにわざと攻撃され、ついてるものに攻撃させた。ダメだと悟ったのは、奥さんが元気になったからだと言っていた。いつも倦怠感と奇妙な感覚があるが、強い曰く月に会うと、体が楽になるとのことだった。おそらく、ついているものが一時的に消耗し、奥さんから離れるせいではないかとのことだった。今回は半年ほど元気さを保つことができたらしく、大層喜んでいた。今は子供もできて、なんとか幸せに過ごしているみたいだった。
その後、箱の現象も一時的になくなった。祖父はその間に必死に知人を当たり、そういういわくつきのものをコレクションしてる富裕層の中国人に、倍以上の値段で売り渡したと言っていた。ただ、悪用されないか心配していた。実は、俺はそのコンテナで、その箱を開けたことがある。中には、干からびたか細い赤子の手のようなものが、ぎっしりと入っていた。あの時、触っていたらどうなったんだろうか。うちの猫は喋る。自分には生まれた時から一緒な猫、笹、オス、がいるんだが、この猫が化け猫、猫また、ぽい。生まれた時から一緒ってのは、俺が生まれたのと一緒の月に生まれた猫だからなんだけど、だから俺と同い年、うちの母親はオカルトに凝っていて、俺に何かあった時の身代わりにと探してきた猫らしい。今考えると、猫にはたまったもんじゃない話だが、現在では、身代わりなんてとんでもないってぐらい、明らかに一人息子の俺より可愛がられてる。んで、不思議体験ってのは、この笹にまつわる話で、オチから言えば、この笹が何か喋れるっぽい。初めて笹が喋れるって分かったのは、俺が幼稚園の時。その時俺は幼稚園が大嫌いで、マザコンだったから、母親のいる家をどうしても出たくなかった。んで、いつものようにだだこねて、その日は押し入れに隠れて、バスをやり過ごそうとしたんだが、一人じゃ怖かったので、俺はヘタレ、笹も連れて行った。んで、いつの間にかうとうとしてたら、近くでいきなり、起きろ。って声がして、母親かと思って押し入れ出ようとして、はっとした。それはまず、母親はそんな言葉遣いしないし、開花からは母親が台所で、洗い物してる音が聞こえてきたからだ。それに声が男だった。のぶといわけじゃなかったけど、男だと思った。だが上記でも述べた通り俺は一人っ子だし、父親はもう仕事に行ってるはずだから、この声はありえない。んで、しばらくあっけに取られてたら、いつの間にか足元にいた笹が俺を見上げて、早く行け。って言った。口は動いてなかった。でも笹と目が合ってたし、絶対笹だった。二回目は俺が中学ん時。夏休み真っただ中で、明日は友達と海に行くって大はしゃぎしてた。んで、俺ばっか楽しい思いして悪いなぁ。どれ、笹も水浴びさせてやろう。とか言いながら、笹を水溜めた洗面器に、入れてやろうと蛇口ひねった時。余計なお世話。って聞こえた。驚いて振り向いたら、笹の後ろ姿が見えた。さすがに幼稚園の時とは違うし、今絶対笹喋った、って思って、すぐに親に、今笹が、って言ったが、はしゃぎすぎて、変なこと言ってるみたいに勘違いされた。でも、暑いからいつもリビング、常に冷房ついてた、にいた笹が、俺がそんなこと言った後にいなくなって、夕飯まで帰ってこなかったから間違いない。三回目は最近で、俺がおかばん見て笹が喋ったの思い出して、親にその話してた時、笹が俺見て笑ってた。顔ってか雰囲気、笹が笑ってるってわかった。妄想とかじゃないと思う。これだけ見ると、笹が嫌な猫みたいだけど、その他では普通の猫と変わらない。喋った?後にもちょっとしたら、いつもみたいに、なあ、って言いながら、膝に乗ってきたりしたし。オチは全然ないんだけど、まあ、憎まれ口叩く、可愛い猫だと思うことにする。